はい、今日は5月の8日土曜日夜8時35分になるところです。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤル版東大阪狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、今日一日中ね、まあ昼一日中といっても11時ぐらいからなんですが、東大阪を凱旋して、そして今日はね、大阪市内にちょっと凱旋に出てきたわけなんですね。この緊急事態宣言出て今ね、出ることになりました。この12日から11日までね、まだ継続したこの中において、ちょっとね、大阪の街がどのようなものかなと、今日土曜日ですから人通りはどうかなと思って見に行こうって言って出てきたんですね。そして私が4日ほど前ですかね、皆さんにどのような広報文を作っているか、テープを吹き込んだこれを流してまいりましたね。さあ、もう一度この私が流して回っているテープを皆さんにお聞きいただきましょう。なぜならば、私がこのテープをね、流して回っていたら、どうもたくさんの人たちがこのような時にね、街宣車で政党政治家の街宣車など一台も目にすることがありませんでした。しかしね、自民党や公明党、維新の会の候補者街宣車ですね、衆議院選挙が近いということで、よく政治家が大阪に帰ってきて、大阪府下の衆議院の政治家が政党街宣車を出して広報していることを、トークでありますが耳にすることがあるんですね。この連中らが私たち国民に何を要望して、その要望に国民が応えて、どのようなことを政治家が行ってくれるのか、朝から晩までおそらくテレビではこのコロナ問題と総理大臣とね、再生書ね、総理大臣、さらには閣僚の医師団のコメントを私たち国民にね、ただ言うだけの古谷ののれん的な政治行っていることを、私は皆さんにこうして回っているんですね。それではまず、この私が吹き込んでいる、回していた、今日大阪市内で回していたテープをもう一度聞いてくださいね。それでは皆さん流してまいりましょう。東大阪狼少年ならぬ狼親父の声、今日も届けております。連日コロナ感染拡大がテレビ新聞などで広報されておりますが、私たち国民が目にするのは、人権主義にまみれた国会議員の無能な姿と、ワクチンあるある詐欺のような報道を垂れ流すマスコミの姿。そのような中、身近にいるはずの市長や市議会議員の姿が、私たち市民には見えてまいりませんね。日頃は市民のために、市民のためには口癖の市長や
市議会議員、選挙の時だけ市民の命と財産を守り、安全で安心して生活のできる街づくりに邁進してまいりますの公約など、現在の政治家にみじんもないことを今こそ国民市民が実感させられているのではないでしょうか。ワクチンが手に入ったので、まず養老院や介護施設に行っている年寄りから先に打つ。6月には、7月には、9月には、今年中にはと、古屋ののれんのような言うだけ要請、詐欺師の方便に国民市民はうんざりしている今日の生活は、戦後の学校教育による自由、人権、平等、平和のまやかし教育で育てられたその証拠が、現在の日本国の姿にはっきりと現れてきたのであります。私たち国民の耳に聞こえてくるのは、緊急事態だ、危険な状況だと大声だけが聞こえてくるが、外には出るな、家から出るな、街にも出るなと、我々国民を動物園の動物と思っているのか。愚か者の政治家の姿に、国民市民が税金で生活しているのに、金と権力は自分らが持っているという政治家どもの妄想の言動に、多くの国民が気づいているのであります。国民の命や資本主義社会を守るというのであれば、企業で働く者や若者、子どもたちを守るために、先にワクチンを打つことこそが日本国を守ることになると思っているのは私だけでありましょうか。養老院や介護施設で生活しているお年寄りは、外部からの面会も遮断されている。看護師や介護士職員の先にワクチンを打てば、感染拡大を免れることができるのではないのか。若者はコロナに感染しても発症しないからの報道を垂れ流すマスコミ、そのような言動が逆にコロナ感染拡大を招いている社会となっているのではないのか。外には出るな、街には出るなと大声を出しながら、通勤電車は満員で感染はないのか。このような現状に、ワクチンの使用方法まで違うはずなことをやっている現在の政治行政を、権力の横暴だと国民や市民が判断しているために、今全国民が、日本国は何かおかしい、変な国になってしまっていると、今の政治家が国民の命と財産を守ってくれるはずがないと全国民が思うようになっている今日の生活。政治行政が守ってくれない命なら、自分の命は自分で守り、家族の命も家族で守らなければならないような社会となっております。自分の命は自分で守ることを心がけ、不要不急の外出はやめて、どうしても外出するときにはマスクをつけて、帰ったら必ず手洗い、うがいを繰り返す。それが家族の命を守ることにもなります。こと政治行政に注目する時が来ているのであります。東海は日頃から現在の腐敗した政治行政、社会の現状に徹底した調査を行い、危機感の欠落社会となっていると連日広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリ版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今日も届けております。外には出るな、家から出るな、街にも出るなと、我々国民を動物園の動物と思っているのか。愚か者の政治家の姿に、私たち国民の税金で生活しているのに、
金と権力は自分らが持っているという政治家どもの妄想の言動に多くの国民が気づいている今日の社会、国民の命や資本主義社会を守るというのであれば、企業で働く者や若者、子どもたちを守るために先にワクチンを打つことこそが日本国を守ることになると思っているのは私だけだろうか。養老院や介護施設で生活しているお年寄りは外部からの面会も遮断されている今日、看護師や介護士職員を先にワクチンを打てば感染を拡大されることをなくすのではないのか。若者はコロナに感染しても発症しないからの報道を垂れ流すマスコミ、このような報道こそが逆にコロナ感染を拡大しているのではないのか。外には出るな、街には出るなと大声を出しながら通勤電車は満員で感染者は出ないというのか。このような現状にワクチンの使用方法までちぐはぐなことをやっている現在の政治行政を権力の横暴だと国民や市民が判断している今日、今全国民が日本の国は何かおかしい、変な国になってしまっていると今の政治家が国民の命と財産を守ってくれるはずがないと全国民が思うようになっている今日の社会、政治行政が守ってくれない命なら自分の命は自分で守らなければならないような社会となっております。自分の命は自分で守ることを心がけ、不要不急の外出はやめて、どうしても外出するときにはマスクをつけて、帰ったら必ず手洗いうがいを繰り返す、それが現在の命を守ることにもなります。今こそ政治行政に注目する時が来ているのであります。東海は日頃から現在の腐敗した政治行政の現況に徹底した調査を行い、現在の政治は職員は危機感の欠落社会となっていると連日広報する活動に邁進出しております。東海がどのような活動を行っているのか、 YouTube で政治行政の見張り場堂村慎太郎で検索してみてください。こちらはおなじみの赤い車、見張り番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今日も大変お騒がせして届けております。さあ、これを今日ね、大阪のど真ん中、梅田から御堂筋を難波まで、そして千日前で下って、そしてまた東大阪に帰ってきて、東大阪の広報文は、また現在の我が町の市長や38名のこの議員の対応、姿の見えない市長や議員に対しての広報を流して帰ってきたわけなんですね。そうしたところ、確かにね、今日大阪のど真ん中の御堂筋はね、車が減少しておりました。しかし、あの梅田や高島屋、難波の高島屋の前などはね、人混みで満杯なんですね。それもそのはず、私がこのようなね、時事現在の現況を半分揶揄しながらね、回ってそれを聞いてね、いる市民が、T
手を振ってくれるんですね。車乗り多い時にはその車と一緒に流れるスピードがちょっと速く走らなければなりませんので、なかなか走りながらこのテープをね聞き取る、何を言ってるんだというのにしか聞こえないと思うんですが、今日なんかはほとんど乗用車が梅田から難波に行くまで、そうですね、一信号で15台から20台ぐらいしか止まらないんですね。いつもならね、一瞬にして50台ぐらいの一つの信号で止まるのに、15台か20台しか止まっていない。ですから、ゆっくり片側の方をね、走っていったら、歩いて人たちも何を言っているのか、はっきりと聞き取ることができるような、このような工法をして走ってきたわけなんですね。そうしたら、それを信号待ちで止まっている大阪府民の人たちが、ね、この赤い車に対して手を振ったり、拍手をしてくれていたんですね。ああ、これの感じていることが帰ってきて、ね、ちょっとテレビを見ていたら、あの、おみさんですか？なんと、この新聞に、私が、エイリアンが来ている。というのは、この度の機関誌に、このように私が兄弟に書いているんですね。これは今月号、私がね、購読していただいている、待っておられる人たちに配布した、この菊の結び、これにね、ワクチンが届いたぞ。皆さん、打ちますか？クレッションの政治家の声。6月には、7月には、9月までには、今年度末までには、クレッションの声は、私は打ちます。俺は打たないの声に、安全なのか、人体実験なのかの声は、エイリアンが来ているの声。このように私が兄弟の一ページに書いているわけなんですね。そうしたところ驚いたことに、昨日の新聞に、今日の朝の発売の新聞なんですね。今日の日付の新聞に、あの国会で、ね、いつも総理大臣の横に立っている医学者のあの尾身さんが、宇宙人が来ているということを新聞に書いてあるわけなんですね。全く私が、あの医学者が発表する前、そのような、もう自分たちの医学では今の日本国はどうにもならない、そして政府の方針でもどうにもならないということを、あの尾身さんという医学者はいつも横で国民に訴えられておりますに、このようにして私が作ったこので録音したものを流して回っている、これが今こそ我々愛国者ね、やることは国に向けて、そしてね、外国に向けて、盗賊国家ロシアや、そしてシナ中共に向けて、そして韓国や北朝鮮に向けてね、中には反米の思想主義者の人たちは米国に向けて活動しておられますが、私は身近に今日本国の政治家の本当の、私たちが戦後75年受けてきた学校教育、自由人権平等平和のまやかし、その育てられた教育によって現在はっきりとその元凶が現在の日本国に蔓延している姿、今多くの国民が
感じ取っておられるんだなということに今日実感して帰ってきたところが、さあ皆さん、ね、今日またまた三重県からこのような今日は大封筒で届いておりました。ね、この中身がこれなんですね。A4 一枚の三重県知事の回答書なんですね。公文書の回答書。昨日届いてきたのが皆さんに昨日にお見せしました。この小さな袋、ね、小さな袋といっても、これは中の、ね、普通の手紙で出す袋より一回り大きい、ね、ここに三重県の県庁、伊賀上の支所なんですね。これが県庁の回答書が昨日読み上げましたね。要するに、有限会社広瀬工業が土砂受け入れ許可に関して提出した全部の書類、別紙の通り、私がね、別紙とは別に書いて、そして要望して、1番からね、7番、8番まで請求していたわけなんですね。そうしたところ、今日帰ったら、この大封筒において、ね、届いてきたのが、もう一度皆さんに、このどのような内容か、ここで読み上げてみましょうね。令和3年4月21日付で請求のありました公文書の開示については、三重県情報公開条例第12号12条第1項の規定に基づき、次の通り部分開示することを決定しましたので、通知いたします。これがね、当然、同日の日付になっているわけですね。昨日届いたこの公文書にも、3年4月の28日、ね、三重県知事のこの回答書、決定通知書ですね。この内容、ね、開示請求者が請求した内容、広瀬工業が土砂受け入れ許可に関して提出した全部の書類、ね、私はこれを皆さんに、全国の皆さんにこうしているのは、この申し込むときに備考欄があるわけなんですね。書くところの何に使用されますかというところに、広報使用のためという手続きをちゃんと書いて請求するわけなんですね。つまりこの公文書を手にしたら、全てのものをね、このようにして広報しますということを事前に公文書に書いて、そして申し込んで、その結果このように決裁文が降りてくるね。さあこの中身、実地機関が特定した公文書の件名、一つ令和2年9月17日付、三重県土砂などの埋め立て等の規制に関する条例第9条の許可について、二つ令和2年10月9日付、土砂などの埋め立てなど着手届けについて、3、2年10月9日付、土砂など搬入報告書について、4つ目、2年10月13日付、土砂など使用量報告書について、5つ、令和2年11月10日付、土砂など搬入報告書の提出について、6、令和2年12月25日付、土砂等購入、搬入報告書の提出について、7つ、令和3年4月5日、三重県土砂などの埋め立て等の規制に関する条例に基づく水質調査報告について、開示6件、部分開示1件、計7件と書いてあるわけなんですね。そして、
1番における個人の生年月日及び本籍、これは開示しない部分。当然ですね、これは必要ないですね。相手の生年月日などは必要ないから、これは開示しない、個人情報となるので開示しないと書いてあるわけなんですね。そして、上記文の開示しない理由が下に書いてあるわけなんですね。どのように書いてあるか。三重県情報公開条例第7条第2号、個人情報に該当、当該当情報は個人に関する情報であり、開示することにより特定の個人が選別、識別され、または識別されるため、識別される得るためと書いてあるんですね。そして開示しない理由がなくなる記述およびその部分なしと書いてあるんですね。つまり他のところは全部開示しますという通知なんですね。ところがね、同じく昨日来たのも三重県もね、この緊急事例発動、ね、発動が決壊決定しましたので、ここにね、開示の日にちが記載されているわけなんですね。この期日の決定される時間が、時刻が令和3年5月の25日火曜日15時以降ね、これが昨日届いた公文書なんですね。さらにこれも同じこと、令和3年5月25日火曜日3時13時15時以降と書いてあるわけなんですね。さあ皆さんね、これで第一現場の不届き者がどのような手続きをしたか、私が一番知りたいのはこのね、不届き者が出している図面なんですね。どのような形でどのような施工する残土の受け入れの、そしてこの施工のあり方、つまり一番裏の方、先端ですね、土砂が埋められている先端の方に回ったら、下に沈殿池が作ってはあるが、形だけのものしか作ってない。ここがね、1ヶ月の雨でもう半分以上が土砂流れ出て埋まってしまっていた証拠写真があるわけなんですね。これを私が指摘したために、おそらくこの中に一つね、あるのがこの文章ではないかなと思うんですね。と言いますのは、ここにね、私がね、要望したものとはちょっと違うものがね、書かれているのがあるんですね。この令和3年4月の5日付、三重県土砂などの埋め立てなどの規制に関する条例に基づく水質調査報告書についてと書いてあるんですね。ということはね、私がこの前行った時よりも先に、2回前に行った時に指摘していましたから、そして慌ててこの業者は流れ出た土砂ののり面をね、セメントのようなもので固めて頭隠して尻隠さの状況にしていたわけなんですね。さあまだまだこれからね、これをもとに調査して、そしてついにね、この連中らがどのようにして行政と行政の不備をもとに自分らが尻尽くなしてそのようなことをやってきたか、これを暴く活動に今度は一直線に進んでいきたいと思っているわけなんですね。さあ三重県、そして名張市の皆さん、このような不届き者放置しておいては環境破壊が進むだけですね。今こそ正義心のある地元住民の皆さん、このような不届き者を名張の業者がなぜ伊賀上野に来てよその町の環境を破壊するのか、楽しみに解決します。